秋山か。うん。あれ、え、キルさん。久しぶりだな。いや、まあその、あ、どうぞ座ってください。見ての通り大したお構いはできませんけど。探したぜ。スカイファイナンスはシュメタンだってな。まあなんでか中国マフィアに目をつけられちゃいましたね。とりあえず休業中です。このままずっと引き下がってるつもりはないんですけど。話は聞いてる。いろいろ大変らしいな、今のカムロ町は。ねえ、町がこんな状態なんで秘書の子も一旦里に返しました。商売上がったりなところにあの子まで危険にさらすわけにはいかないもので。そうか。でもお前は思ってたより元気そうだ。桐生さんもようやく出所されたんですね。しかし何でまたカムロ町に？お前に会いに来たんだ。お前ならハルカが今どこにいるか知ってるんじゃないかと思ってな。ハルカちゃんは？え、朝顔に戻ってるんじゃないんですか？そうか。お前にもハルカの行き先はわからないか。すみません、キリュウさん。せっかく沖縄から来てくれたのにお役に立てなくて。いいんだ。お前の状況も知らずに俺が勝手に押しかけてきた。これからどうします？もう少しカムロ町でハルカを知ってる人間がいないか聞き回ってみる。俺も自由が利けば手伝いたいんですけど。いや、無理すんな。あいつら一番後ろのやつはエドって呼ばれてます。最王会のメンバーで俺を探してます。エド、文句言うわけじゃないんですけど、キリュウさん、つけられましたね。あ、目そろした。今日カムロ町に面白い男が現れたと聞いてたが、そいつを追ってきたら秋山さんまで連れたよ。あいつ、お前が逃げ回るほどの相手なのか。まあ、会社畳んで下水に引きこもりたくなる程度のやつです。見違えたな、秋山さん。前からおしゃれだったが、もう私のような凡人には理解できない着こなしだね。そしていちいち尺に触ることを言うんです。秋山さんのお連れの方。なるほど、雑魚じゃ相手にならないわけ。お前、桐生一馬だね。東条会元四代目会長、二つ名は堂島の竜。日本人ヤクザの英雄だ。我々のリストにも名前が載っている。キリュウさん、無所で体なまってないでしょうね。どうだろうな。朝のラジオ体操は欠かさなかった。健康的ですね。哀れだが、極道は死に場所を選べないものだ。二人とも共に死ぬのがいい。Huh!
連中だ。一人を相手に二人がかりとはな。よく言うよ。そこに倒れてる四人はあんたのお仲間だろ。今日のところは挨拶だけにしておく。だが二人とも必ずまた会うぞ。正直、俺一人で手に負える相手じゃありません。一緒にいたのが桐生さんで助かりましたよ。ああ、それでもピンピンして帰っていきやがった。マフィアってのはあんなのがゴロゴロいるのか。特別な奴だと信じたいですけどね。何にしてもこの隠れ家はもう使いません。外に出ましょう。